はいこんにちは中学受験さくららチャンネルの竹原直樹です今日は中学受験国語知識聞き流し、えー、外来語の4回目ですね、えー、まあ、地からね立ちつてと歯までやると思いますこの中学受験さくららチャンネルは中学受験の全教科全科目全単元をいつでもどこでも何度でもをコンセプトに作っているチャンネルです いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、メンバーシップの方もお願いします。では、早速やってみましょう。外来語。チャレンジ。まあ、これ挑戦ですね。今年こそ、中学受験にチャレンジしよう。ツアー。まあ、旅行のね、提携が決まったものですね。私は京都のことツアーに、今年は参加するわ。 ディッシュこれ料理のことですね。今日のメインディッシュはテンダーロインステーキだみたいなことを言います。ディスプレイこれ陳列や配列のことです。売り上げが下がってきたので店のディスプレイを変えようと思うそんなふうに使います。テンションまあ精神のねえ状態ですね。 えーまあ元は、ね、不安という気持ちがあるみたいですけど今は精神の状態というねテンションはどうですかテンションが高い精神の状態が非常に高い状態のハイテンションと言いますね,これね,ね、えー、彼は、えー、今日のプレーはハイテンションで望んでいるなんて使いますさあテーマこれまあ主題ですね、えー、今日は アメリカの歴史をテーマに話したいいと思いますみたいな感じでねテクノロジーこれ技術ですね、えー、でい,ういいよな技術技術そう科学技術ですねこれね、えー、私たちはテクノロジーの水を集めて商品を作っていますなんていうふうに言いますデリケート、えー、これはねそうそうそう繊細なことですね 感受性が強いこと彼はデリケートなので傷つきやすいんだなんて言いますドキュメンタリー実際にあったことを話にしていく番組にしてきたものをドキュメンタリーと言います彼の人生をドキュメンタリータッチに描いたなんて言いますねトラブルこれは揉め事です今僕はトラブルに巻き込まれているんだ 大変なんだ苦しいんだトリップこれ旅行ですね、えー、このトリップはどんな風に使うかなあ、そう、今日は思い切って鉄道に乗って小さなトリップでもしようかなっていうような感じで使いますねナレーションこれは番組の説明のことですこの番組のナレーションはほにゃらかほにゃらかがお送りします ナンセンス、これは無意味なことです。穴を掘って午後からは穴を埋めるだって、そんなのナンセンスだ、無意味だっていうことですね。ニーズ、これは需要のこと、ね。人々がどれだけ必要としているかです。国語の専門塾は結構ニーズがあるんだ、なんてことを言いますね。ニュースキャスター、ニュース番組で司会進行する人です。 えー、彼がニュースキャスターを務めたニュースソースさあこれは情報源のことですこの事件のニュースソースは言えないねえー、言ったら迷惑がかかるからみたいなねノンフィクションこれは作り話ではない実際にあったことということですこの話はノンフィクションですニューフェイス さあ、ここれ新人のことです。今年の我が社の新ニューフェイスは5人だみたいなこと言いますねハーモニーこれ調和です、えー、2人の演奏は素晴らしいハーモニーを奏でたパーソナル個人個人的 集団でレッスンを受けていたけれどもだんだん面白くなってきて詳しく知りたくなったからパーソナルレッスンに切り替えたなんてことを言います。パーートナー何かをやるもしくは生活するときに一緒に行動や生活を共にする相手のことをパートナーと言います。私は A 子さんをパートナーとして選んだ。パイオニア 何かをまず第一に初めにやった人のことをパイオニアと言いますほにゃらか産業はこの業界でのパイオニアだなんてことを言いますねハイテクハイテクはね高度な技術だねこれね,ね、えー、この会社はハイテク技術を駆使して、えー、商品を作っているなんてことを言いますバカンス長期休暇のことを言います 彼はもうヘトヘトにくたびれて何年も働いてきたから今度こそバカンスを取った。ハイライト、こうまとめのことです。巨人広島戦の試合のハイライトをご覧くださいって言いますね。パス、えー、まあバスケットボールとかのパスも言いますけど、通過、合格。 K さんはとうとう司法試験をパスしたなんて言いますねパフォーマンスこれは表現のことです彼の今日のパフォーマンスは素晴らしいハプニング突発事故えー、ハプニングハプニングなーねー、えー、あねええあそうそう意外な出来事ね T 選手はハプニングが何回も続き結局メダルが取れなかったなんて言いますパブリック、公共、公的なパブリックな場では言葉遣いを礼儀正しくしようなんて言いますねバラエティ、多様なことですこの番組はバラエティにあふれた面白い楽しい番組ですなんてことを言います さあ、えー、もう一回ざっとね「チャレンジツアーディッシュディスプレイ」「テンションハイテンション」「テーマテクノロジーデリケート」「ドキュメンタリートラブルトリップ」「ナレーションナンセンスニーズニュースキャスター」「ニュースソースノンフィクションニューフェイス」「ハーモニーパーソナルパートナー」「パイオニアハイ,ハイテクバカンスハイライト」「パスパフォーマンスハプニング」「パブリックバラエティ いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いしますでは今日はここまでにしましょう